お元気ですか、ボクシュミです。今回はですね、プロ野球チップスカードの開封動画でございます。これですね、なんとですね、手に入ったんですよね。で、あのプロ野球カードをね、購入してね、なんとですね、これがこのカードをね、開けてなかったんですよね。それでね、その6袋をね、ちょうだいって言ったらね、いいですよって言ってね、くれました。それで、ね、こういった開封動画ができました。ではね、早速ね、やっていきたいと思います。6袋でございます。なおですね、第1弾、第2弾はですね、どっちかって言われたらね、ちょっとね、分かりかねますのでね、その辺はね、ご了承ください。まずはですね、1袋目でございます。東京ヤクルトスワローズの青木宣親外野手でございます。で、9回の表同点ホームランを打った森友哉捕手でございます。2袋目でございます。広島東洋カープの秋山翔吾外野手でございます。で、埼玉西武ライオンズの水上義信投手でございます。3袋目でございます。で、久しぶりの白サインカード出ましたね。2024年からメジャーに行くことがなりました、前のね、東北楽天ゴールデンイーグルスの松井裕樹投手の白サインカードでございます。これ当時ですからね。で、高橋周平内野手でございます。4袋目でございます。で、こちらね、キラカードでございます。読売ジャイアンツの岡本和真内野手でございます。で、ソフトバンクホークスの栗原陽也外野手でございます。5袋目でございます。で、こちらもね、キラーカードでございます。千葉ロッテマリーンズの高部明人外野手でございます。中日ドラゴンズの涌井秀明投手でございます。最後のね、6袋目でございます。で、ヤクルトスワローズの内山壮真捕手でございます。で、オリックスバファローズの山崎総一郎投手でございます。石川県なのでね、頑張ってほしいなと思っております。はい、以上ですね、プロ野球チップスカード開封動画、6袋終わりたいと思います。今回はですね、白サインカードが1枚、キラーカードが2枚という結果でございます。久しぶりのね、開封動画は、よかったなと思っております。で、明日もね、やります。明日もね、プロ野球チップスカード6袋やりますのでね、ぜひご覧ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。